地震、事故、停電などで交通機関が麻痺すると、長距離を歩いて移動しなければならない可能性があります。今回の防災のヒントでは、そんな時のために疲れにくい靴ひもの結び方を紹介します。紹介するのはパラレルという結び方。まず1段目の穴に上から紐を通します。片側を1段飛ばして3段目の穴に下から通します。もう片側は紐を2段目の穴に下から通し、反対側の穴に上から通します。紐が水平になるよう同じ要領で穴に通していきます。こうすることで足にかかる負荷が分散され、疲れにくくなるそうです。靴ひもも緩みにくくなるみたいですよ。もしもの時のために覚えておきましょう。